ここ階段長。福山五穀神社だそうです。霊剣新たかっぽい BGM がスピーカーから鳴っております。商いは念入れて大吉と、念入れなければどうなるかわからんぞと。縁談秋にしてなおよし、旅立つよろし。今年はすき家より吉牛を食べた方がいいかもしれませんね。未来に向けてピシュよし。プレーンな牛丼買いましたのでトッピングをしたいなと思いまして。宇都宮町の宇都宮海峡って言ったらいいんですかね。この間のところの先っちょにあるのがこれです。過去何度か観光シーズンにここアブト観音を訪れた僕は、ご婦人方がご座の上で思い思いに美味しそうなお弁当を楽しまれている場面に出くわしました。ただその時は他の参拝客は命がけの参拝を余儀なくされていましたが、幸い今日は人影もまばらなようなので、ここを牛丼のイートインじゃなくてイートアウトにしようと考えました。海が透明だ。すいません、ちょっと聞いてみるんですけど、こちらの境内で飲食とかしても大丈夫ですか？一応あの国の重要文化財なんで、ええ、そういう飲食はダメなんですか？花見の時期に来たらあのご座引いて皆さんお弁当食べてたから、それはあれダメなんですよ。全部ダメなんです。そうですか、わかりました。多分黙ってされたんだと思う。あ、そうなんですね、わかりました。ちょっと考えりゃわかることですが絶対ダメです。土足禁止ですからね、脱いでいかないと。おう、毎回ここすっごい斜め、こい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 、あそこまでなんとかね歩いていく間に落ちないようにしないと。せーの。でもねここがね、こうですからね。上がりますね、男子の皆さん。どのくらい斜めかっていう懐中電灯の蓋ですけども、はい、ほらほら、気持ち水平にするとねこうなんですよ、わかりますか？これが水平ですからね。そりゃもうこんなに傾いたら転がるわけですよ。風のタクトのレンダリングっぽくて可愛いです。こっちにもあります。こっちにもあるけども、こい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 、怖いですね。ちょっと綺麗な5円ですけどもね、もったいないけども、もったいないって言ったらいかんね。そう、すいません。はい、じゃあ黙ってお賽銭します。ナイアガラみたいになってコインが下にこうガッと落ちたりしないのかな。あ、大変です、あそこにやっぱり落ちてます。おみくじを木に結びつけるっていうのは時々見かけますけども、お守りがこんなになってるっていうのはすごくないです。しかも低い手すりを乗り越えてあんなとこつけるともう命がけですよ。下見てちょっと、こう、いやこれ一人じゃ無理じゃない？いやこれ、それかルフィンかね。手がもうすごい長い。めっちゃダメって書いてありますよ。海から見上げるとこんな高いとこにありますからね。アブト観音魅力的ですね。はい、こちら宇都宮町でございます。品名とかないんです。波、こう見てください。手作りでチョコを作る人なんかこれでスキヤさんのチョコが作れるんじゃないですか。薄いやつ、うまそうです。うまい。さっき立ち寄ったローソンさんに牛丼出てるんですよ。汁がこぼれるじゃん、このタイプのやつって。包装が結構こう過剰なんじゃないですかね。取ろうとするとちょっと危ないかもしれない。あ、でも取ろう、邪魔だ。おれっちゃん、卵どこで割ればいい。いざ。あれ。これ生？うん。押してん。押しと。ビビ入ったと思うんだけど。どうかね、このくらい。うん。で、こちらにも七味がついておりまして、つゆがねすごいからこれ本当こぼれるよ車内に。ほんとね、このベロがね、上の人のベロなのか、下の人のベロなのかによって戦況だいぶ変わってくるじゃないですか。多分上だと思うんです。こういう苦労したくない人は、すき家さんとかね、吉牛さんとか、そういうところに行ったらいいんじゃないかな。こういうね、苦労してでも味わえる何かがあるんですよ。
ちょっとこっちね、やばいです。こっちセロテープついてるから。はい。これ、うまそうではあるよ。ローソンさんの店頭の上りでおなじみの本格的なという牛丼でございますが、見てください。玉ねぎちょっと焦げも入ってます。こだわり感じますね。ヤマトだ。つゆがね、結構多めです。箸でも持とうとすると、ご飯の粒々がね、ばらけてくるんです。一方、すき家さんの方はというと、通常に注文した段階では、そんなにつゆがたっぷりではないので、つまんだ箸からご飯粒がこぼれ落ちていくっていうことはほとんどないです。長そうな肉をつまんで長さ比べしてみましょうか。いや、全部ね、食べやすいサイズに切ってあるんです。ローソンさんの方はどうかというとですね、長いですね。最初っ端から長いですね、これ。大体にして、長めです。すき焼きにご飯つけて食べてるような感覚の贅沢さが感じられるんじゃないかな。あとね、やっぱすき屋さんの方はおそらく回転率なんかも意識されてると思うんで、早く食べてもらいたいという、そういう願いが、科学が込められてる感じがします。ってことで、新車の匂いがたまらない、なんとかならないかっていう皆さんにですね、おすすめなのが、車の中で食べる牛丼と。どっちもうまい。まだ食べるけど、じゃあねー。漁船。月屋さん標準のトッピングの紅生姜でございます。こちらがローソンさんの方についていたトッピングの七味唐辛子、こちらが月屋さんでテイクフリーの七味唐辛子。ローソンさんの方に行ってみましょう。ローソンさんやっぱり箸で食べるには難しいですね。これこうどうしようかなって感じになる。七味の香りがいい。月屋さんの七味の方は、まあ、店頭でおなじみの分流タイプっていうんですかね。じゃあ七味行ってみます。こっちの七味の方がちょっとマイルドかな。牛丼のトッピングにこちらいかがでしょうか。ピリ辛タコじゃん。もう車内の香りが大変なことになっております。トッピング牛とタコのバトルですからね。これ豪華な七味として考えてもうまいです。あとやっぱり外せないのが温泉卵。あ、温泉卵これ出汁ついてんだ。だって温泉じゃん。これが温泉なの。温泉。これじゃあ持って帰ってお風呂に入れたらちょっと温まるかな。センタンク。お店じゃないんじゃないですか、生卵しか。これやっぱね、牛丼屋さんのトッピングスポットなんですよ、コンビニはね。うまい。温泉もかけてみようかな。べー。うまい。あそこのアブトカンナのところぐるーっと回ると、友の浦がありますからね。友の浦に足を伸ばされた方は、ついでにアブトやこちらの小積町の方にも散歩がてらドライブしてみたらいいんじゃないでしょうか。毛利輝元っていう方がね、アブトカンナは建てたそうですよ。違ってたらコメントの方でツッコミしてくださいね。再建した。え、じゃあもっと前に建ててあったのがなんかなくなったとかなんか。曲がったです。危ないなって思うだけじゃない、こんな狭いところにさ。こんなに船。子供喜ぶよ、見ただけで。子供船好きかい。好きよ。車も好きし。電車とか、わかるけど。何が好きなの。親父が。仮想の好きかもしれない人のためにこういうビデオ撮ってるわけ。ごちそうさま。